変態王子と笑わない猫、質隠しスキコ役小倉優です。変だじっす。変態王子と笑わない猫、エマヌエラポルラローラ役寺川由美です。始まりました、変猫ラジオ。この番組はまだまだ DVD やらなんやらが続々発売されていくテレビアニメ変態王子と笑わない猫を応援していく番組です。はい、今回はなんとゲスト様が来てくれています。そうなんですよ、2人も。そうそうなの、2人なんですよ。そうねえ、ねえ、楽しみですね。いや、変態さんだろうね、きっとね。きっとね、だってこのラジオに来る人だもん。ねえ、ほんとに変態、もうド変態に決まってる。ド変態、もうもうね、通り越してる。通り越してるか、楽しみだね。楽しみ。はい、ということでゲストはこの後すぐ登場します。お楽しみに。はい、ではでは、変猫ラジオ始まるよ。この番組は変猫制作委員会の提供でお届けします。改めまして、小倉優衣です。寺川由美です。では早速ゲストをご紹介しましょう。まずはアニメ変態王子と笑わない猫の監督、鈴木洋平さんです。イエーイ。ド変態の鈴木洋平です。よろしくお願いします。本当に変態だった。なんかね、もう変態のトーンだったもんね、声がね。そうそう、もう低めからね、このね。お願いします。そしてそしてアニメ変態王子と笑わない猫のプロデューサー、トトロキトヨタさんです。はい、変態のトトロキトヨタです。あれ、ちょっと明るめか。変態じゃない、ね、いや、僕明るいから。明るいから変態っていうか、ド変態は監督に譲らないと、うん、あ、なるほど。的にね、なるほど、監督の方が上だから。そうですよ、当たり前じゃないですか。そういうのもね、変態界にもそういうのがあるんだね。ねえ、いや、勉強になりました。ということで、今日はよろしくお願いします。お願いします。いや、でもね、イベントもあったし、うん、アニメの打ち上げもあったし、ね、うん、結構お久しぶりじゃない感じで。そうね、アメリカの時もね、毎週会ってたもんね。うん、本当に、うん、いや、今日はね、いろいろ聞きたいと思うんですけれども、うん、じゃあいろいろね。そうだね、もうバンバン質問してこう、ね、せっかくだし。そうしよう。あの、鈴木監督は今回初監督作品、監督デビュー作品ということで、うんうん、今回の変猫が初めてのこの監督作業はどうでしたか？なんかいろんな、うん、ところで、はい、そういうこと聞かれていろいろ言ってるんですけど、はい、うん、あんまりちょっとひねった答えになっちゃうかもしれないんですけど、うんうんうん、取材が、はい、雑誌の取材とか今まで受けることなかったんで、うんうん、結構難しかったです、ね。ああ、取材が、取材ってなんかざっくりした質問が最初に来たりして。確かに、うん、ね、多いんですよね。みんな大体同じこと聞かれるんですよね、うんうん、そうですね、自分で広げなきゃいけないですもんね、うん、アニメファンの方って大体みんな読んでるんだろうなと思って、うん、同じこと言うとちょっとサービス的に悪いのかなと思って、うん、それ考えるのがね、結構難しくて、うん、なるほど。確かに、うん、あるよね、そういうのインタビューで同じことをいっぱい聞かれるけど、変えなきゃなみたいな。そうだね、こうでもね、うん、迷う、うん、このラジオとかも出演するのは初めてですか、今回？これはトドロキさんに騙されて今日。常にトドロキさんにこう毎回騙されて。この間イベントもね、出演されてましたもんね。騙されて。見に来いって言われて行ったら、こう、うん、台本に名前が。そうだったんですね。まあ大変。お便りも、そのイベントのお便りとかも来てるので、ラジオニアム紅の空さんからいただきました。ありがとうございます。アニメも終わり、猫神さんも終わってしまいましたが、打ち上げはもうしましたか？すでに終わっているのでしたら、どんな雰囲気だったのか教えてもらいたいです。ですって。はい。打ち上げね。ね、打ち上げ。ちょうど先日。そう、やったんですよね。いやいや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんか、ケーキがあって。そうそう。変猫のね。ね。うん。こう、アニメの用途とかだっけ。そうそう。うん。用途だっけ、あれだ。猫。それ猫神さんだよね。そう。あれ、それ猫神さんか。うん、猫の、こう、形を。猫の形。猫の形の。猫のシルエットが出てる。あと、白いやつだ。変態王子の猫っていうのケーキがあってね。そうそうでした。すごい。うん。うん、誰が一番最初に崩したんだろうね、あれね。確かに、私がね、行った時はもう崩れてたの。そう。最初見たら、崩しなよ
って言われたのね、うん、私、うん、それでもいやいやいやって言って言ったらもう崩れてたから誰がこの一点言ったんだろうと思ってね。あれお二人は崩してないですか、うん、あのケーキやったんですか。僕見てないんですよ、ね、あれそう、あんなに気を使って会場の人は作ってくれたのに行きたいの。ほら、とどきさんが今日挨拶してもらうからねっていきなり言うからなんか全部俺のせいにしないどうしようと思ってもうね、最初からガバガバ飲んでたらあ、そうなんですか途中からよく覚えてないそうだったんだ、いやそんなこともなかったよね。結構あのザクバラにいろんな人と話をしてたよね。そうですか。打ち上げの時はね、最終的に土下座とかしてませんでしたか壇上で。あ、壇上でした。壇上で土下座。そうそう、土下座はしてないか。どこでやった？短いそれ。なんか90度挨拶みたいなのをやってるけど。なんだそれ。知らない。知らない。いいか。君のお腹で90度曲がんないぜ。いや僕ら兄弟ですからね。そうだね。仲いいな。ね、いやでも打ち上げいっぱい商品もあってね。そうなんですよ。何当たりました。私は、うん、あのゲームでした。PSP のソフト。ああ、そっか。そうなんです。私は月子のネンドロネンドロよ。そうです。なんでだろうね。持ってるでしょ、もはや。もはや持ってるよ、いっぱい。一番最後で、もう本当にね、モンハンの限定版とね、うんうんうん、ありましたね。なんか、つくちゃんとあともう一点ぐらいあった中で、はい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 、なんかその二人当たったんだね。二人当たって、うん、この三つのうち何が出るんだろうねって言ったら、うん、まさか念プチと本当本当お風呂テレビとダイソン狙ってたのに。私あれ狙ってた、ヨナナス。あ、ヨナナスね。そう、うん、今流行りのヨナナスっていう。あれよかったよね。そうです、アイスクリームができるやつ、フルーツで。あれもね。ねえ、ね、いっぱいあったからね。そう。いや、これいけんだろうと焦っちゃいけないなと思って、ゆとり持ちすぎたら、まあまさかね。まあね、楽しかったね。かわいい、つきちゃん、かわいかった。さあ、ここでもう一枚お便りです。ラジオニアム、まおさんからです。ありがとうございます。僕は親にヘンネコの原作を買うのをやめろと言われて、翌日に買いに行くくらいヘンネコが好きです。突然ですが、僕は今、学校でヘンネコ布教活動をしています。は変態扱いをされ、一時期は横寺と同じ変態王子のあだ名までつけられてしまいました、うん、でも最近は、少しずつ興味を持ってくれる人もいて、お前が面白いって言うならと読んでくれる人が増えてきていますすでに3人を変猫好きにしました。すごい。今後も普及活動を続けて変猫仲間を増やしていきたいですということで。いいね、ありがたい話ですね。ねすごくね、ねえ、ありがたい、ね、ところでお二人が思う変猫の魅力とは何だと思いますか。ご静寂者側の制作者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 、はい、制作者側の方からからしてかわいい、もうゆいちゃんかわいい、やばい、それ最後のやつだどうですか、どうですか、魅力、うん、これどうですか。変猫って企画は最初は届きさんですか。最初にアニメにしようって。ご存じですね。あー、ねえ、うん、とどきさんのことなら何でもねえ、バレてる。そん時はどこら辺がいいな。あー、そうですよね。これ打ち上げの時も言ったんだっけ、なんかで言ったんだよね、確かね、うん、本当に発売して2日目ぐらいにアニメにしたいですって原作元に言ったぐらいなんで、すごい、どこがこう、これは絶対アニメにしたらヒットするみたいな、そのポイント、うん、これはみたいな、どこだったんですか。まずやっぱりその話のテンポと、うん、あとはねキャラクターかな、やっぱり。おー、魅力的なキャラクター。確かにね、個性豊かですもんね。確かに、うんうん、表紙のね、1巻目の表紙がツキコちゃんだったんだけど、はいはい、ツキコちゃんと目が合った瞬間にビビッときた。おほーい、あの監督さんの携帯の壁紙あれだもんね。え、そうなんですか。よくご存知で。なんですか。すごい。とどきさんの iPhone の壁紙は月子です。おー、そうなんですか。ずっとそうですよ。へー、嬉しい。こんなにずっとラジオやってるの知らなかったね。そうだね。そういえば。いや、本当に変態さんだね。やっぱり、まあ、変態さんですからね。そうだね。本当だね。変態さんですね。まで変態。嬉しいです。でもこの人もじゃなかったっけ。あ、僕。僕は月子と。
あずき。おー待ち受けが。さすがド変態さん。ねえ。そうですね。ちなみに監督は、変猫の魅力なんだと思いますか？やっぱりキャラクターの可愛さですよね。一番大きいところ。そうですね。まあアニメの方はその可愛さを出していけばいいなと思ってやってたんですけど、はい、原作の方でね、やっぱりお話感動的なところもあったり、いわゆるなんか青春ものっていう点ですごい魅力あると思うんで、やっぱり原作を長い小説なんで、全部読んでそこら辺も感じていただけるといいな、ね、なるほど。なんかそのアニメの中でこれはやり残したとか、次もしあったら次のアニメに生かしたいなっていうこととかってありますか？あ、なんか話が全然変わっちゃうんですけど、はい、髪型をちょっとみんなの変えたかったなって、はい、へー、あー、なるほど。髪型一定でしたもんね、ある程度。確かに次はちょっと短いんで、そうですね、バリエーションがないんですけど、エミとかぐらい長いんで、いろいろ。あずきが一回だけ。ポニーテールとかになってた、ね。ああ、そうですね。いい。確かに、ミヤちゃんってさ、ドキッとするよね。わ、かる。もう本当は月子も最初髪型変えることになってたんですよ。そうなんですか、そうなんですか。あの、人格変わるのが分かりにくいかもって言って。ああ。最初出るときはちょっと髪型変えようかって言ってたんですけど。なんか分かんなくなっちゃうかなって確かに。あとやっぱ短いんで、どう、変えるにしてもちょっと難しいかもな。お下げを左にもつけるか。両方にぴょんぴょんって。かわいい。かわいい。ちょっと書いてみたらいまいちだな。確かに一気にちょっと ね、なんか違うキャラになっちゃう。ね、なるほど。まあね、それはね、機会があったら見たいよね。初めて聞いたね。いやー、そんな裏話も聞けてよかったですね。はい、ということで、鈴木監督とドロキプロデューサー、いろんなお話ありがとうございました。二人にはこの後のコーナーにもお付き合いいただきます。はい、その前に一曲お届けします。アニメ変態王子と笑わない猫、ブルーレイ第5巻特装版の特典 CD から、副部長で拒絶、軽蔑、罵詈雑言。いつでも部長を見つめてる、見たらゆっくり舐め回す犯罪者の目をしてる、この変態。下半身を大体あらわにして、自分の子を産ませようとする、おいなにおいはせるんだ、この変態。やだ、信じたくない、お前のようなド変態が地域部長になるだなんて、全く納得できない。やめろ、そんなそんな変態、卑猥そうなそうな、その意味で何をする気だ、わせつだ、全く油断がならない、失だらない。ハグハグさんは変態さんですね。変猫ラジオ。変態っぽい心理テストの時間です。と笑わない猫の主人公横寺陽斗は本音しか言えなくなったため、変態王子というあだ名がついております。そこでリスナーの皆さんから心理テストを募集し、私たち2人の心の中に潜むちょっと普通とは違う部分、すなわち変態っぽいところをどんどん暴いていこうっていうのがこのコーナーです。はい、今回はゲストの鈴木監督と轟プロデューサーにも参加してもらい、お二人の変態の部分も見せてもらいます。はい、ということで、ちなみに鈴木監督は変態ですよね。仕事で変態をやってます。はい、はい、ありがとうございます。そして轟プロデューサーも変態ですよね。僕も仕事で僕も仕事で変態やってます。ありがとうございます。お二人とも変態には自信があるということで、一体どんなね変態プレーを見せつけてくれるのか、ね、楽しみ。自分でやるとは思わなかったよ。でもすごい見てるだけなんだけど。では早速ですね、はい、やっていきたいと思います。ラジオニアム愛と勇気の親善大使さんからいただきました。ありがとう。次の楽器のうち今からやるならどれをやる。うわ。 A サックス、
何それ。 B ドラム、 C ギター、 D ピアノ。さあ、私、あ、決まったの。サックスって何？サックスね、管楽器なんだけど、ペペペロペラって、ペロって。田中さんってでもギターできる。そうなんです。私、実はもう、一つに決めてて、うん、ドラムをやりたいんですけど、それは、サックスもやったことあるし、ギターもやってるし、うん、ピアノも習ったことあるんですよ。うん、だからドラムをちょっとやりたいな。あ、それ今からやるならね。はい、今からやるなら。うん、なるほど。じゃあ、俺はあれにしよう。わかった。お、僕はギターです。お、おー、なぜです？昔やろうと思ってやれなかったから。あー、じゃあ今、始めたいと、うん。なるほど。うん。私も決めた。あ、なになに？私ピアノにする。ピアノ、うん、昔ずっと習ってたんだよね。ほうほうほう。で、一時期はすごいできたんだけど、うん、もう年を重ねていくごとに、もう忘れてしまって、あ、だからもう一回一からちゃんとやって、わかる。もう気持ちをピアノにぶつけれるぐらいになりたい。わかる。かっこよくない？私もピアノで習ってたけど弾けなくなっちゃった。チャラチャラチャラチャーみたいな感じ。もうパッションみたいなね。パッションみたいなのやりたい。わかる。じゃあ監督は、ピアノとギターはちょっとだけやったことあるんで、おー、サックス。おー、大丈夫かな。サックス、小松さんと一緒の方がいいのか。サックス、いや、でももうね、もうサックスって言うならサックスにいた方がいいですよ、きっと。サックスですよ、やっぱり。さあ、結果発表していきたいですよ。待って、今回さ、ちょうど4つに分かれた。ちょっと別に分かれた。じゃあ誰か しかもね、私とゆいちゃん実は9変法溜まってんの今。そうか。だから今回おめでとうございます。まだ結果出てないんで。そうなんです、うん、じゃあね、発表していきますよ、はい、このテストで分かるのはあなたが職場でどんなタイプに思われているかです。思われているか、今現在。現在ね、我々ダメージが。いや、まあね、でもね、あくまでも悪いことばっかりじゃないですからね、うん、じゃあまず上からね、行きましょうかね、はい、A のサックスを選んだあなたは、うん、いつもはみんなの後ろでニコニコしているおとなしいタイプ。監督、ところがどっこい、ここぞというところでは実力を発揮し、主役をさらっていく憎いやつ。あ、憎いやつ。何を任せても大丈夫と信頼されています。おー、いい。監督っぽい、ね、いいじゃないですか。監督っぽい。5万円ですよ。5万円で。テンポつくのかな、これ。ねえ、わかんないですよ。次 B、 私ですね、ドラムを選んだあなたは表立って目立った功績はあげないけれど、ズバリ裏のまとめ役としてとても頼りにされています。お、調和を大切にし周りに気配りができるので誰からも好かれています。どう、いいね、いいじゃん、いいじゃん。実際どう、疲れてるよ、アイミー。え、嘘、嬉しい。アイミーのこのニコニコスマイルでみんな癒されてるよ。ほんと、うん、調和的。これですか、出だしの方が。いや、でも監督の方がね、実はみたいなところずれるんだよね、たまに ね。そうなんですよ。選んでるのはね、そう、じゃあ次スタッフなので。 C、 ギター。これね、いきますよ、はい、C のギターを選んだあなたは人を見抜く力と計画性に優れています。一人一人の個性を把握し、どうすれば全員が一番実力を発揮できるかを細かく企画計算する優れた知性があります。鋭い観察力と情報収集は飛び抜けて才能があるので、うん、敵に回すと一番怖いかも。怖い。合ってるんじゃないですか。どうですか。確かに情報はね、ブワーってね。ねえ。変態さんですかね。もう決まりです。どうかな。でも今のとこみんな変態っぽいよね。ね、そうだね。でもすごい当たってる。ねえ。じゃあ次、D のピアノ、ゆいちゃんね。はい、ピアノを選んだあなたは、統括力に優れ、責任感に溢れており、どこに行ってもリーダーを任されます。人が大好きで、どんな合わない相手がいてもとことん理解しようと最後まで努力するのも人気の秘密です。どうなの。あー、合ってるかも。ほんと、リーダーっぽいもんね、なんか学校とかで。責任感強いからさ。あ、ほんと、ね、これでもね、これね、嘘つかない、ね、これやばい。そう、びっくりしちゃった今、結果見て。え、これなんとね、今回10変法手に入れることができます。冷静に言ったけどね、そういうことか。じゃあ監督とかね、あるかもしれない。いきますよ、そういう可能性が。そんな10変法獲得する人は A を選んだ監督です。綺麗にまとまりました。本当ですよ。おめでとう。ですね、いやー、さすがですわ。本当に、でもこのね、
むっつり感がね、そうだね、やっぱ違うわ、やっぱいつも隠してるっていうのはね、ちょっとね、さすがだな、いい締めをしてくださって、どうですか今の心境は。やっぱ変態としてはね、喜ばしいですか。あーもう変わった、見たかった、いやー残念だった。はい、ありがとうございました。リスナーの皆さんからいろんな種類の心理テストを大募集しております。以上、変態っぽい心理テストの時間です、でした。それではここでお知らせです。まずは原作情報。原作小説変態王子と笑わない猫は現在6巻まで好評発売中、ぜひ手に取ってみてください。はい、次はブルーレイ &DVD 情報。変態王子と笑わない猫のブルーレイ &DVD 第4巻が発売中です。ブルーレイは特装版と豪華特典付き特装版妄想パックの2種類があります。映像特典には7月28日に行われた公開録音の模様を収録、さらに特典 CD にはエミのキャラソンも入っております。続く第5巻は10月30日に発売予定です。お楽しみに。続いてゲーム情報。プレイステーションポータブル用ゲームソフト変態王子と笑わない猫が10月31日に発売予定です。ただいま予約受付中です。よろしくお願いします。はい、次は CD 情報。田村ゆかりさんが歌うテレビアニメ変態王子と笑わない猫オープニングテーマファンタスティックフューチャーと小倉優衣ちゃんが歌うエンディングテーマベイビースイートベリーラブが発売中です。そして私小倉優衣と変猫であずきあずさ役としても出演している石原香里ちゃんとのユニットゆいかおりが10月23日にセカンドアルバムバニーをリリースします。詳しくはゆいかおり公式ホームページでぜひチェックしてみてください。そしてそして私あいみのファーストフルアルバムラブが11月6日に発売です。初回限定スペシャル版にはファーストライブアライブのダイジェストムービーが入った DVD やブックレット等の封入特典が満載です。初回限定スペシャル版は税込み6300円、通常版は税込み3150円にてただいま予約受付中、よろしくお願いします。はい、その他グッズなどの情報は変猫 .jp で随時お届けしていきます。以上お知らせでした。リンリンさんはパンプキン、ヘンテコラジオ。ヘンテコラジオ、そろそろ別れの時間です。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。ジングルで変態さんもしくはパンプキンと呼ばれたい方はメールのどこかに変態さんパンプキン希望と添えてください。番組の中でメールを読まれた方全員に変猫ラジオ特製ステッカーをプレゼントしちゃいます。お便りの宛先は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪変猫ラジオ、メールアドレスはすべて小文字で変猫アットマーク響き-radio.jp です。はい、ということで、はい、本日ゲストに鈴木監督、うん、そして届きプロデューサー来てありがとうございました。ありがとうございました。では最後にですね、ヘンネコファンの皆さんにメッセージをよろしくお願いします。まずは届きプロデューサーからお願いします。はい、ヘンテオズとアラネヌコ、テレビアニメのシリーズは終わっておりますが、原作の方もまた近々なんか出るとか出ないとかっていう話もあったりですね。あとは、まだ DVD とか、ブルーレイはまだリリース続いてますし、はい、展開自体はまだ全然終わってないので、これからも引き続きヘンネコを応援していただければと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、そして続いて鈴木監督もファンの方へのメッセージをお願いしたいんですが、はい、監督は先ほどですね、はい、無事に受編法を獲得されたということで恥ずかしい無礼としてですね、はい、大好きなあのキャラへの愛情を込めたメッセージも一緒に、うん、変猫のキャラ、そうです、はい、一緒にお願いできたらなと思います。今とどきさんがもうほとんどおっしゃっちゃったんですけど、うん、原作もそろそろ本屋さんで予約できるのかな、7巻がアマゾンでもみたいな感もあるので、変猫まだまだ続くということで皆さんお楽しみにしていただきたいと思うんですが、アニメで一番好きなキャラはですね、最初は月子だったんですけど、あれキャラクターデザイナーの飯塚さんが描いた水着姿のあずきあずさのお尻を見てたら、あずきもいいな、変態だぞ、思いました。以上であります。ありがとうございました。ありがとうございました。いや素晴らしい、素晴らしい、最後まで ね、最後まで変態だった、変態っぷりをね、こうね、さすがだ、さすがですね。はい、
ありがとうございました。ということで、それではまた次回、お相手はつつかくしつけく役小倉優衣と、えみ役寺川あゆみと、アニメ変態王子と笑わない猫の監督鈴木洋平と、アニメ変態王子と笑わない猫のプロデューサー届きとよたでした。バイバーイ。この番組は変猫制作委員会の提供でお届けしました。今夜のムーントランプルーム。ここはムーントランプルーム。ムーントランプの第一人者ムーン小倉があなたの運勢をなんとなく占ってくれる素敵なお時間。どうもムーン小倉です。花粉がさあ体調が気になる、そんな秋の夜長、今夜占われる方は鈴木監督です。鈴木監督さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ジャムン先生、まず最初はいつ大好きな人に振られた直後。なんだか気になりますね、怪しい雰囲気。では次はどこで。冬の山小屋で。おお、ちょっとこれは心配になります。で最後どうする。ひらめいて猛烈な勢いで小説を書き始める。あー、ではちょ、今回の、ムーントランプの言葉を送ってくれたのはラジオニャームぬめこさんとライオン丸さんとごくり丸さんでした。サムー先生、ちょっとこれちょっと不吉なね感じですけれども、一体どういうことなんでしょうか。こちら毎回不吉。そうなんですよ。これはつまり、監督は日頃溜まってるストレスをすべて日記にぶつけているんです。監督、癒されてください。そうですね、ムーン小倉先生は何人いる。ムーン小倉先生は一人ですよ。一人ですよ。今日ちょっと花粉が。そうです、花粉にやられてるだけです。キャラが定まらないなんてことはない。さあ、ということで鈴木監督、ムーン小倉の占い結果、よかったら参考にしてみてくださいね。はい。